皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんのアキンドさんでパート113ですね、やっていきたいと思いますね。これ府内の町は何しに来たかな。売れますね。あ、500個売れる。あ、1万2000巻ね。で、購入ね。あー寿司、あーそっか、あれがないのね、販路がないのね。あー、ここ来てるね、来てますね。残念ですが、あ、じゃあ府内の町、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。あ、そっか、そうか、今販路でね、ここと奈良引いたらどうなるのと思ってね、同じもんあるでしょと思ったんですが、3581巻ですけど、麹とおイワシで、麹と大根、お、ということはこれすごくいいんじゃない、相性が。でこっち、あ、いいよねこれ相性が。あ、これいいわ絶対。フライトならでしょ、いいえ。はい、でこれで見るとフライト、あれ、あ、これね、ならとくないね、だ、全然かぶってないでしょ。あ、あるわ、丸亀とフライもかしまったな。まあいいか、ちょっとこれで様子見てみましょう。いけると思ったんだけどね、すでにうちの師匠通しましたかね、赤字覚悟でね。さあ、じゃあね、じゃあねと、あ、居場がある、弟子募集しますんでね、弟子をちょっと募集してみましょう。あららららららら、ああ、ね、有名なんでね。あ、この人初めてかい、初めてなのかな。お茶、あ、かなり喜んでくれましたね。じゃあ手合わせできないかい。ああ、まだ半分か、すまんが忙しいのかなあ、ダメね、まだ今度しましょう。じゃあ今治の町、あ、でもみかん買ったね前回ね、なんかそんな気がする。お、なんかすごいイケメン虎像、あ、村上水軍ね、はいはいはい。じゃあ、じゃあで、売れるかな、あ、売るもんはないのね。みかん、あ、やっぱり、あ、でも結構あるからもう買っちゃおう。でみかんとで、こんなもんかな。あ、ごめんなさいね、大きさは、あ、台ね、台だったらいいでしょう。ノブリン、ちょっとノブリン家に誘ってみようなんか変な感じですけどもね。居場はないわね、これ居場か。ああ、長宗亀さんね。あ、はい、どうぞ。あ、ちょっと距離が縮まっ、短いから。これだったらできるよね。生薬ね。あら、あ、危ない危ない。危ない。あら、まあ、これで、あー、まだ使えないのね。仕方がないですね。こんな感じかな。あ、しまった。でももう使えるんじゃない。あ、使えるわね。2匹というか2人ね、3人はいかなかったか。あ、強い強い。あ、なんか、うん、自動で助かりましたはい、よいしょ。はい、長宗壁さんですね。この人もね、なかなかすごいんですよね。あ、でもやっぱり
毛利さんとかでも見る比べるとちょっと見劣りするような気がしますね。中は、あ、一個か、茶室に招待、あ、ぜひ伺うとですよ、では一足先にお主の茶室待っておるぞと。お、しまった、帰らないといけなくなっちゃうな。まあいいかまあいいでしょう。はい、で、自宅ね、もう仕事終わった人いるかな。あ、まだいませんね。え、茶室に、あ、妻とちゃんと喋って、あ、もう一回ね、はい、茶室ね、お茶の湯におけるわしの書、読めないまだ所作で、所作というのかな、まだぎこちなさが残る。精神面で修行を積めば得るところがあるかもしれん。お坊様にでも相談してみるか。あ、ご亭主待っておったぞ。いや、もう一人の客をお連れしたのではないのかと。お、待ってもらいましょう。え、何それ、二人いるの知らなんだ。あれ、二人って言ってたっけ。じゃあ、あと一人誰だい、誰だろう、これ。ああ、これは商人さんかな。いいえ。どっかの居城。長宗我部さん。悪いことしちゃったね。全然居城がないということで、こっちだね。この辺居城あったような気がするんだけど、直下直下、あれりゃ、もうちょっと待ってもらうことになってるんですよね。あれれ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 、直下ばっかりだわ。あ、居城があった。あ、今月のね、利益ね。あららら、長宗我部さん待たしちゃったわ。お、油紙ね。綿花と紙で油紙かい？そうなのね。はい。お、毛利さんね。すごいけど仲良くない、あんまり。ちょっと待って、もう一回仲良いじゃね。あ、長宗我部様も。あ、この後、のぼりに行くか。のぼりに来てくれるだろう。お茶だけ飲んでいこう。なかなかのね。え、おお、700貫で譲ってくれるのか。いや、いいですよ。ほんなら茶が来てほしいな。あら、増えてない。うわ、この人上がんないね。じゃあもう悩んでるよりも、あ、そうだ、我が弟子と思ったんですが、よくよく考えたら本願寺さん潰れちゃったのよね。ね、これね、ね、じゃあやっぱりのぼりんとこ行こうか。のぼりんいなかったらどうしよう。のぼりん、あそこまでデレデレだからね、来てくれると思うんですけど。ああ、来た来た、あ、買いますよ。はい、あ、のぼりん、今のがのぼりんかな。あ、酒井さん、酒井正久さん。あ、はいはい、小田家臣なんですね。あ、まあせっかく来たんで。てか間違えて岐阜の町に入っちゃったしまった。あ、どう、安いね、あ、みかんもありますね。で、じゃあ購入しましょうか。あ、お、唐傘が、唐傘が満タンだ。27巻ね。あと何か買えたかな。あ、ないね。はい、で、じゃあね、岐阜城。はいはい、のぼりね。
茶室に。おお。もう一人だけでいいんだよね。そういうことなんだよね。じゃあ帰りましょう。これ敵対同士の大名を招いたらどうなんだろう。はい、じゃあ自宅戻ってですね。まだ皆さん仕事終わってないのね。はい。お、おご亭主をお待ちをも兼ねておったぞと。こたびお招きに預かり恐縮に存ずる。はい。いや結構な手前であった。どうやらみんな満足してくれたようだなと。長宗我部家と織田家の関係もよくなった。お、なるほど、外交に影響するんですね。なるほど。じゃあちょっと調子乗って茶室、あ、茶器を製作してみましょうかね。茶串、茶入れ、ま、上から行こっか。形、ああそんなのね。あ、ナスから、ナスビか。なんだこれ。あ、職人ね。誰しないんだけど。もう一応上から行きましょう。30日いいですよ。支配人今月の、ああはい、いいですよ。伊東屋が今浜の町と木材と油紙で唐傘ね。はいはい、価値2。はい、名前をつける、捨てる。いや名前つけましょう。え、名前なんでしょうの。7文字以内。こっちか、読みはダクちゃん。あ、何しよう。茶器1号にしましょうか。1号ね。これぐらいしかわかんねえわ。ケザエモン、いや、スケにしようか。スケ一応あんまいい感じの名前じゃないですけど、まあこれにしましょう。あ、これ読みか。しまった。こっちにつけれるの？あ、いけるね。スケ一号、スケ一号。とりあえずこれでね。半角カタカナ？スケ1号と。はい。はい、スケ1号にね。チャンキューブチコース、いきなり。まあ、とりあえず1ヶ月経ちましたから、出ましょう。あ、すいません。借金取りがあまりいい結果が出てませんね。投資、投資、投資。はい、じゃあね、店に行きましょう。あ、茶会開きましょうか。はい、あ、じゃあ店に行って、誰も出世できないかな、まだね。人事昇進、いませんね。支店情報、あ、まだ11万あるのか。じゃあまあいいね。境の町すごいね。154万か。そんなあるのね。販路は続けておきましょう。あ、閉まった。指名伝達できてない。店にもう一回行きましょう。はい、指名伝達で。西川さん。これはもう、もう、そうですね。氷菓子。で、ドートンさん、ドートンさんも氷菓子で、増田さん、この人統治させたらすごかったのよね。平戸の町ね。あ、じゃあもう1万貫でいっちゃいましょうか。で、
と淀屋さん、あ、そっか、この人もそうね、淀屋さんの投資かな。ここにね、で1万回にしておきましょうか。で三四郎さん、三四郎さんも投資かな。はい、ここで1万回ね。残りの方は見習いの方はみんな借金取りでね、借金取りってください。ということは借金取り部隊作るためにもうちょっと人呼んでもさ、人を雇ってもいいのかね、いうような気もしますね。さあ、じゃあ私は引き続きですね、またいつもの路地ワークでしょうかね。売却ね、カラカサ43巻だったらいいかな。二次加工品ということで、29巻安いですね。購入、ないね。あ、じゃあね、時間来ましたので、この辺で終わっておきたいと思います。太鼓さんのアキンドさんでパート113ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。